はい、じゃあ11日目やっていきましょう。おーい、今日は多分ね、朝のラジオ体操にね来ますよ。お背中ギザギザが、昨日仲良くなったからね、腫れを直して水でね。またまたびっくり、うん、といってもどこに、今日から朝の体操に、うん、どこに配置されるんだろうね。あのステゴサウルスがいるようです。恐怖の巨大ドラ実在したの隣かな。あそこぐらいしかスペースない感じがするけど、ちょっと見ましょうか。おお、あそこかあそこ、お前白の犬小屋あるとこだろ大丈夫か足踏みでぐしゃーってなりそうだけどぐるりと回ったらやばいじゃないかこれぐるりと回って日の山城下の柱がぶっ壊れて傾くぞこれ。あ、ぐるりと、おー、ぐるりと回らないで足踏み白、お前ちょっと犬小屋ないかもしれないぞ、大丈夫かな。ね、体操が終わった白川さん、うんうんうんって言って、今日の体操もすがすがしかった、俺もご飯食べようと、うんうんって言った。いただきます。家がぐしゃーってなってて、うん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 って言ってる。もう家出しちゃう白川まあ、小屋はなかったね、どかしてくれてるんでしょうね、うん、優しいわ日の山食堂の皆さん。いただきます。これ唐揚げ、朝から唐揚げちょっと重いなーね。うん、これ唐揚げだよね。今日は秘密の場所、秘密の大会があるよ。ああ、そうだそうだそうだ、今日そうだ、恐竜バトルだ、そうだそうだ、今日はちょっと二の一番に白の犬小屋ミスと恐竜バトル行きましょう。うん、レッツゴー。なんだそれ。いや、これはね、やっぱ子供ってこういう秘密の合言葉的なの好きだからね。うん、全然わからない。ああ、大人がそうやってなんかこうわからない顔するの子供大好きだからね。ねえ、ララコお姉ちゃんとね、しんちゃんだけが、ね、知っているっていう。いいのいいの、若い人が分かる人だけ秘密の場所に大集合、忘れないように。ふふい、うん、いいね、こういうのいいよね、子供だけが知ってるっていうのが好き。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ恐竜バトルからいきますか。よし、ちょっと日記を書いて、おい、秘密基地、秘密の大会があるらしいと。よし、行きましょう。じゃあまずサブロー、どうして話すか。でも頑張ってる。オールリシジミって知ってる。あ、オールリシジミ、あれ、あ、知らない。前言ったのは何だっけ、なんちゃらシジミだっけ。あんたシジミ超好きね九州だと阿蘇とか九十の高原にしかいない。九十ってどこ。九十ってまた知らんところ出たな。九十ってどこだ、まだ行ってないところ。これ天然記念物が、あ、これも天然記念物なんだ。へえ、なんとかシジミって天然記念物多いんですね。写真を撮るの大丈夫、探してごらん。うん、わかりました。確かこれも目標にあったよな、オールリシジミ。ね、あ、いたいたいた、あ、そう、ゴイシツバメシジミとオールリシジミか、わかりました。思いっきり目標に捕まえるって書いてあったんだけどうん、天然記念物だけど、あ、はいはい、オッケーオッケー。お使いたまにはやっとくか。ヨヨコおばちゃん、何か達成できんじゃないか。あ、オートボーガス達成できんじゃない、これ。しんちゃん、うん、はい、お、静岡、あ、はあ、はあ、あ、いいじゃん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 、オッケー、はーい、よし。じゃあミサエとヨヨコおばちゃんに話して秘密の場所に行くか。お、ミサキも頑張っとるか。注文の取り方、注文の取り方、今度は、うーん、今さら注文の取り方。あ、でもまあ来てまだ3日ぐらいしか経ってないか。うん、そろそろホールに出るってこと。うん、赤ちゃん背負ったまま、まあまあ家庭的でいいかね。なんかちょっとあのアットホームな感じがしていいよね。ああ、赤ちゃん育てながらあの接客してるんですねみたいな感じでね、好意的に受け取るお客さん多そうだけど。うん、あ、まず最初普通のやつ。うん、お客様、今日はどういたしましょう。あ、ちょっとかなんかちょっと早口な感じがする。実況動画パート1の俺みたいな感じがして、ちょっとね、あの焦ってる感じがする。初めての接客でちょっと言葉が先に考えより言葉の方が先に出ちゃって、ちょっと舌がろれつ回らなくなっちゃってる感じがするね。うん、違うのにして少し丁寧。あ、いいよ。お客様、今日はどういたしましょう。うん、ちょっとミサイっぽくないから俺は嫌だぞ。うん、次にしよう。すっごい不機嫌に、すっごい不機嫌にお客様、今日はどういたしましょう。ヒロシにご飯聞く時のやつじゃんそれどうしようかなこれうん、いや、どれもこれもだな。だったら最初の方がいいかな。あ、丁寧な方がいいかな。うん、どれだ。いや、これはわかるぞ、さすがのオーラも。うん、やってみて、もう一回やってみて。じゃあ、うん、はい。お客様、今日はどういたしましょう。なんかね、句読点が欲しいね。今日はの後にちょ、お客様、今日はどういたしましょうって言ってほしい。お客様、今日はどういたしましょうなっちゃってるから。うん、
お客様、今日はどういたしましょう。うん、まあ、ウィア感を感じるのはね、多分オラとヒロシだけだから、うん、ミサエは、ミサエの声初めて聞く人、ミサエに初めて会う人は多分大丈夫なんじゃないかなと思うぞ、オラは。うん、母ちゃんなら大丈夫、それで。うん、家でそれ やられたらちょっと、オラと父ちゃん、ちょっと食欲なくなっちゃうかもしれないけど。お客様、これ明日何の練習するんだろうね。ちょっと気になるね。横葉ちゃん、どう、サブローさんとはちゃんと会話してる？この近距離でね、大丈夫？ちゃんと会話してる？本当になんかお互いなんか下向いてるからちょっと恥ずかしがちじゃないけど心配なんだよね。ララコはなんでこの店を手伝わないのって聞かれたけど、本人も失敗しないのに手伝いたいんじゃないのかな。お母さんが元気だった頃は結構手伝ってたのよね。お母さんってこれ亡くなってるでいいんだよね。ね、まだすごい小さかったけど、うん、そうなんだ。あ、じゃあララコお姉ちゃんにも話しかけてみるか。おつかげん、もうちょい、もうちょい、あ、ちょっと待って、恐竜バトルの前にやっぱりね、やっぱプレイヤーのオラがコンディション万全にしないといけないから、ちょっと出すもん出してくるわ。ショーとダイを一緒に出して水を節約だ。いいぞ。うん、トイレ1回分得した気分になるよ。じゃあララコに、あ、そうだ、ちょっとシソとか取ろう。あ、シロよかったな、犬小屋あるじゃん、よかった。あ、ララコ兄ちゃんいねえや、いねえわ。あ、じゃあもう秘密基地行ってんだ、行くか。じゃあオラも、お、シロよかったね。ねえシロね、これ犬小屋調べられないのかな。シロの顔にマジックでヒゲを描いたら面白そうだぞ。あ、怒ってる。シロってね、結構いたずらされるからね。それを結構大人な対応でね、シロはね、我慢してるんですけどね。うん、まあ、一番しんちゃんがシロを対戦してるからね。うん、今日はちょっと近寄らんとこうかな。じゃあこっちだな。あ、ここは旗を折ってるけど。誰ですか？あ、話せるんだこれ。あ、話せるんだ。へぇ。私の仕事場を覗こうとしてるの。おお、怖い、ヤマンバみたい。あ、ちょっと、ちょ、言っちゃいけないこと言っちゃった。ヤマンバみたいってダメでしょ、しんのすけ。もう一回話そう。ほら、また誰か覗こうとしてますね。ご近所さんもたくさんいる場所なので、旗迷惑ですよ。旗だけに。あ、寒い。ちょっとほら、もうちょっと日に当たりに行くわ。こっちから回り込んでいけるか。水菜取って恐竜バトルをして、で恐竜バトルをして、そうね、野菜だ、野菜、野菜見に行こう。うん、あれ、あっ、あ、ここ行けねえんだ、こっちか。あ、いたいたいた、あ、なに、あ、なに、もう完全にパーティーモードじゃないか。ちょっとみんな待ってもらっていい？ちょっと待って、ほら、ちょっとチョコビ探してくるぞ、チョコビ買ってくるぞ。この日のために金を貯めたんだぞ、ほらはね、この日のためにあるんじゃん、チョコビは。モトちゃん、モトちゃん、話してからにしよう。こんにちは、何か私聞きたいことあるみたいだね。当ててみようか。何々ん、なんだろうこれ。好きな男性のタイプは、いや聞いてないぞ、別に。別に聞いてないんだけど。それはまあ決まってる、当然でしょう。細身で黒い服が好きで、あー何こ、モットちゃん、もう、ジローさんのこと好きなんだね。ジローって確か多分モットちゃん年上だよね。モットちゃん18歳だから、ジローは多分20何歳だから、年上好みか。うん。しんちゃん風に言うと、モットちゃんって年間が好きなんだね、になっちゃうね。あ、そうなの？え、趣味が悪いって？それは言い過ぎひどいな。この二人の恋の行方もあるのかな？絵に書かれるけど。え、まだ思ったら男性の趣味が悪いみたい。覚えておかなくていいんだよ。で、目的はですね。元気で何をするの？まあ、おにぎり買っとくか。おにぎり持ってないし、これでいい？買って。で、チョコビ。チョコビを10連ガチャするわ。1個持ってるけど、10個買うわ。これでいい？いやー、こりゃ掘り出し物だったね。いやー、じゃあ、10枚も引きゃもう大丈夫でしょ。ね。この日のためにほら、金を貯めたようなもんよね。うん、よし行こう。よし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 。みんなの前で引こう。
ほらチョコビ買ってきたんだ、今から開封の儀するから見てって言って、わあしんのすけいっぱい買ってきてねって言って、あらこお姉ちゃんに見てもらえない、ほいって言って、なんか全部クソクソカードでちょっといたたまれないまま恐竜バトルがスタートする。おみんなおるやん、ええやん、早く始めようよ。せかすな、せくな、早く体育始めたいわ。それさ、お花大敵なのよ、せっかちだな。やはり王者たるもの、大前自弱として全員の話を聞いてから開封の儀に移りたいですね。大会始まるの緊張するな。ぼーちゃん、あ、ぶーちゃん、僕も頑張る。素晴らしい。しんのすけ、うん、ダンボール調べてみたら、大会が始まるよ。オッケー、よし、始めると見せかけて、おやつチョコ食べちゃうっと。あー、おいしいおいしいおいしい、おいしい、うん、オッケー、体調万全ですよ。やっぱ体調が大事ですから。あのロボットに移っちゃうからね、体調が悪いとね、うん、これ10枚もありますから、いきますよ。ちょっと流れが悪いな。ちょっとあの乱数調節するか。乱数調節よ。こうやって、ここ出て入って太陽が動くと、ちょっとまたちょっとあの乱数がリセットされますんで、これもう一回引きます。来い、これダブ、あーしよ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 し、まあ、星さんか、あの、まあ、くる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 って、あの SS レア確定してほしいんだよ俺、頼むよ。あ、もう強い、でも、あ、いいじゃん。あ、弱っ。何これ、ちょっとほら、ちょっと火がついちゃった。ちょっと待ってて、あと10個買ってくる。これ出るな、星さん以上で、星さんが出たってことは4も出るんじゃない、これ。ボス、ゲンデ、そもそも全種類揃えることできるのかね、これね。ダブリあったけどね。これでいい？うわー、ほら、不合だわー、ね。いつだったか、よしこお姉さんに買うプレゼントのために貯金するぞとかしたけど、もう止められませんよ、しんちゃんは。うん。時間はのみなのたっぷりあるよ。もう一回買ってきた。よし、これを引いてやりましょう。望むぞ。ほら。うん、一気に引きたいね。一気に引くってできないのかな、一気に引くって。一枚ずつなのか。なんか一枚単発ガチャを引いてる気分になるからさ、これなんかあんま出なさそうだよね。10回まとめて引くとかにしてほしいよね。ね。確定で入って、あ、これもうダブリなのよ、もう。カズマくんにあげよう。あ、これもダブリなの。これはマサヤくんにあげよう。うん。ね、これも、これはブーちゃんにあげよう。うん。星さんクッキーです。なんだこれ、1とか。ああ、もうダメだ。出ないのかもね。それが相当確率低いとか。星5が出てないよね、1枚もね。なんだろう、3周目なら出るとかかな。かもしれないね。まあいいや、これでやってみよう。原油戦力でいこう。やろうじゃないか。みんな揃ったぞ。では、恐竜バトル大会開始。4人と戦って勝ち抜いたらその人がいる。あ、勝ち抜き戦か。いや、やばいぞ、これは。勝ち抜き戦か。マジか。勝ち抜き戦はちょっと、許されんぞ、負けが。相手は、あー、なるほどね。なるほど、なるほど。おせらぎだけ強いね。あー、いいね。勝ち抜き戦はちょっとまずいな。勝ち抜き戦はちょっとね、ほら、ちょっと本気出すわ。うん。勝ちたいし、これ、普通に。ね。やっぱり、レアなカードって正義だと思うんだ、ほら。出発、悪いね、キネちゃん。勝たせてもらおうぜ。第1回恐竜バトル大会ってことは、第2回もあるんだろうな。ってことはね、そもそもティラノサウルスが出てきてないもんね。ね。お背中ギザギザにかけたオラの方が1枚も2枚も上手だぞ、実力的にもな。こりゃもう何でもいいでしょ。トゲトゲ地獄にしちゃう。あ、チャージが溜まる。ショルターアタックにしよう。いざ勝負。あ、まあオラこれぐらいなら全然強いね、結構やるね、うん。どれにしますか。じゃあ強いのに行こう。強いの、トゲトゲ地獄にしよう。おーい、ちょ、オッケー、負けたらどうしようかと思ったよ。
これさすがに1回戦相手はやだな。うん、やだよやだよ。これでこれで多分もう負けに、あれね、ローリングスマッシュがたまればいいんだよね、これでね。だからこれで勝っても、じゃあキネちゃんパーチョキってきたからグーでしょ。あ、違う、チョキパーって出してきたら次グー出してくるでしょ。チョキパーだから次グー出してくるから、ショルダーアタックでグーに勝とうかな。あ、やるね。アイコルーレット、ぬーら、よし、はい、勝ち。これは勝ちですね。オッケー、いいよ。ヒントチャンス来るかな、こりゃ。あ、ヒントチャンス来ない、ヒントチャンス来ないな。じゃああえてキネちゃんに必殺技出させて、あのアイコルーレットを、アイコルーレット回避する。アイコルーレットでさ、必殺技が失敗されたら元も子もないので、ここはちょっとほら普通にヘッドバットを出して、ちょっとキネちゃんにも勝ちの目をが出るような感じにの展開にすると。いざ勝負。違う、そうじゃない。あ、でもそれでもいい、勝てばいいんだよ、勝てばいいのよ。ちょっと待って、ちょっと、まずい。違う、これはまずいぞ。でも大丈夫だ、93でしょ。いいよ、キネちゃん、キネちゃん、これ道よ。よしよし、いいよ。膝これ持つか、俺。ほら持つ、230。これ相手の、あ、相手、あー、持つ。これはあえてキネちゃんを不機嫌させないために、オラのがちょっとできる精一杯のお花の持たせ方ってやつ。いざ勝負。ライフで受けるぞ、ライフで。ローリングスマッシュ、いくよ。相手の必殺技って久々に見たな。耐えろ、耐えれる。これクリティカルとかなければ大丈夫。よし、キネちゃん、いい戦いだった。いざ勝負。さらばだ、勝ち。 SP の使いどころですね。うん、さあ助走つけて食らわしやんな。ちょっとこの技使うとまたさ、あのさ、トゲがさ、ちょっと傷ついちゃいそうだけどね。また不機嫌になりそうな、お背中ギザギザが。よし、ノックアウト。いいね。あ、このカードが強いわ。一回戦でこれってことは結構つらいな。お見事、次へ進む。しんのすけの勝利です。次へ進もう。正義は必ず勝つ。うわっ、この調子でいこう。めちゃくちゃ笑ってんな、お背中ギザギザ。行きましょう。次は誰だ。あ、な、え、あ、これあれなんだ、恐竜変えられないんだ。あ、そうなんだ。一戦ごとで恐竜変えられない。まさかこれ HP 持ち越しことじゃないだろうな。やめてね、そういう勝ち抜きだから、そういうこと。あ、よかった、回復してる。バトルスタート。で、強い頭ちゃん、HP 同じじゃん俺と。あ、でもまあまあまあいけるな。よし、じゃあ頭ちゃんチョキパー出すと、チョキパー出されるとチャージがすごい溜まっちゃうから、やっぱグーになら負けてもいいぐらいでいこう。グーに負けてもいい。でもチョキとパーに負けないのよ。チョキとパーに負けないようにするにはチョキでいこう。違う、グー、相手にグー出されてもいい感じにするから、相手にグー出されて、あ、ちょっと待って、相手がグー出してきても、あれは強、あ、そっか、ダメージ食らっちゃうな、これ。やっぱダメージ重視でいこう。チョキだな。チョキを、チョキを防ぐためにグーか、チョキで行こう。で、チャージが溜まるから、やっぱチョキで行くかな。いや、グーで確実に勝ちを拾いに行くか。よし、チョキ出してこい、マサヤくん。絶対出してくると思った。君はやっぱね、必殺技にね、頼り切ってるから。これまでの戦い方見ても、わかるんだな、オラは。恐竜バトルプロだから。わかっちゃうんだ、オラは。次もチョキ出してくれるでしょ。チョキを出してきて、ギリ、溜めて、次必殺技で一気に挽回だとか。考えてるんでしょ、そのおにぎりヘッドで。無駄だよ。ほら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 にはすぐ飛び通し。よーしよ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 し。いや、これは手に取るように分かんない、思考が。で、必殺使ってくるでしょ。ヒントチャンス来ちゃうでしょ。これはね、これはまあ受けましょう。受けてチョキを出して、チョキを出して、あの必殺技のゲージを貯めて、また必殺技でフィニッシュみたいな、そういう流れにしようぜ。よーし、いいぞ。あ、まあそれでもいいよ。いいのかい、それで。おい、勝ち。
そうなっちゃっちゃもう俺の勝ちだよ。まずいい戦いだった。使うまでもなかったな。パーフェクトノックアウト。正義は必ず勝つだな。お見事。よし行こう。次誰だろう。ブーちゃんかな。あ、ブーちゃん。あ、ブーちゃん、カンタブローだ。っていうことは、カズマくんは何出すの？恐怖の巨大で出すのかな？うん。ブーちゃん初めてだね、戦うの。強そうだな。うわ、444な、強化してるな、ブーちゃん、カンタムロボ。やるじゃん。あー、まあ、あ、でもカンタムロボはチャージが溜まりにくいんだよね。グーには負けたくないね。グーに負けないようにしよう。グーに負けないためにはパーを出せばいいか。パー、あ、でもパーを出してチョキ出されても嫌だな。でもグーには負けたくないよね。グーに負けた、パーしよう。パー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 。しゃあない。しゃあない、しゃあない、しょうがない。強い、やりますな。チョキ来ちゃうな、チョキ来ちゃってまずいから、やっぱグー、相手グー来たときに、じゃあグーにしよう。いざ勝負。裏目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 、やだやだやだ、これやばいやばい、あ、やばいやばい、まあでも弱い弱い弱いけど、やばいやばい、でもやばい、これヒントチャンスないの。ヒントチャンスくれ、マジかよ。チョキパーってきたから次グーくるでしょ。チョキパーだから次グーでしょ。うん、じゃあパーだそう。うぅ、まい、ルーレット、よーし、運命のルーレット勝った。よし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 、いいですよ。よしオッケー、なんとか繋いだな。なんでそうなる、なんでそうなる、すごい怒ってる。さあ次何やす、ヒントチャンス来ないな、痛えな。ヒントチャンス欲しいな、ヒントチャンス欲しいけど、次 SP を使ってくると仮定すると SP で確実に勝ちたいよねこれね。 SP ルールって勝つと来たんじゃないかこれ。行きましょう、勝負、来た、よし、オッケー、アイコ、アイコルーレ、よし、一周で決めたな、しんちゃん。アイコルーレット見ずに決めたな。こらおらの勝ちだわ。やばい、もうドーパミンがいっぱい出た。ああ、どうなわ。クリティカルヒット。ヒントチャンスが来ないね。これはまだまだ俺にアドバンテージあるぜ、これ。グーを出さなければいい。チョキ。だからチョキ、グーで負けなければいいんで、グーに負けなければいいので、パーに負けてもいい。パーには負けてもいいと思う。パーに負けてもいいので、グーを出そう。いざ勝負。よし！勝ち！メダル確定。メダル確定。しかし、この後勝つのが大事。銀メダルって悔しいって言いますからね。負けて取れるのが銀メダル、勝って取れるのは金メダルと銅メダル。次勝たないと。ノックアウト。カズマくん何使ってくるんだろうな。ほら次を見据えてるから。お見事、しんのすけの勝利です。正義は必ず勝つ、うん、よし、ちょ緊張してきた、正座しようかな。え、あ、あー、カズマくん来ない、あ、カズマくん来ないの、あー、なに、カズマくん本当に最強キャラってこと。いやー、カズマくん来るかと思ったら、ラルコ姉ちゃん来たか。 700? あ、音楽変わった。700かよ、やば。相手グー強いな。しかしチャージがたまんないぞ、グーだと。チョキには負けてもいいかな。でもチャージがやばいな。チョキには負けてもいいので、確実にグーには負けないようにしよう。でもチョキ出してきそうだな。ちょっとチョキ好きそうだよね。パーがちょっと一番燃費悪いな。パーにしよう。いざ勝負。うわー、なんかチョキ多いな今日。相手チョキ率高いな。いかんな、やりますな。相手HP高いからやばいぞこれ。これまずい、もう一回パー出すか。いやー、まずいぞ。どうしよう。相手も絶対チョキくるこれ。いや、グー出すか。グー出しちゃう。グー出すか。行くか。チョキ来い。ああ、よかった。アイコルーレット。アイコルーレット。うわー、なんで違う。ああ、
之助ちょ、まずいわ、いかんぞ、これはいかん、いかん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 、まずい、やばいこれは、まずい、あと一発しか食らえねえよ、やばい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 、やられるやられるやられる、チョキが来るから次パーが来るか、パーが来るか、チョキ出すか、じゃあ勝負、いやー、アイコかよ、またアイコルーレット、うわーもうやだもうやだ、なーにこれ、こんなのないよ、もうあー、おじさんがギザギザー、やだー、100% なったけど、ピンドちゃん、ちょっと待ってらんねえよ、これ、いや、でも SP 来たら終わり、あー、勝ったけど、勝ったけど、IT SP 来たら終わりじゃん、これやばい、これ相手が SP 来たら終わりだ、ララコちゃん分かってるよね、 SP 使わないで、いやーこれやばい、 SP 使っちゃった、これでも相手 SP 使ってきたらもうダメだもんな、いやーこれやばいな、負けかこれ、どうするこれ、もういや相手 SP 持ってるもん、やだよこれ、もうナメプアイコルーレット、よし勝ち、 SP 回復しないかな、防御とかないのかな、これもうちょっとなんだけどな、ヒントチャンス来ないじゃん、もういい、チョキでしん、チョキ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 、あ、もうパーパー行こう、パー、なんか来て、なんか来て、あ、やった、やったやったやったぞ、これは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 来た、これ溜まるよ、これた、これ溜まる、俺は SP が溜まる、 SP 溜まる、よした、よしよしよし、まさかの、よっしゃ来たぜ、あらこれちゃん、ありがとう、行くぜ、オラの必殺技ローリングスマッシュ、対 SP 来たな、よし、ここだ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 、よっしゃー、やったやった、結構嬉しいなこれ、なんかすげー嬉しいなこれ、やった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 な、これやったな、やったな、しんちゃん、結構嬉しいなこれ、やったな、やったー、やらこお姉ちゃん、あれかな、大会を盛り上げるために必殺技同士の決着にしたかったのかな、ありがとう、ノックアウト、いや2周目だから勝ったって感じかな、3周目はもっと相手のレベルが上がってもう遠慮なく来るかもしれないね、やった、勝った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 、お見事、しんのすけの勝利です、正義は必ず勝つ、うわーよーしゃ、よくやったよ、うん、じゃあ今回の大会結果発表します、優勝はしんのすけ、準優勝はララコでした、盛大な拍手を、お祝いララコからアッソーさんのプレゼント、アッソーさんって何、アッソーさん、あ、うん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 、黒髪さんの農場の近くにアッソーさんに登る道があるの知ってる、あ、ロープウェイには乗れないの、あ、ロ、あ、あ、徒歩で行けってこと、山に、え、ロープウェイ乗らせてくれよ子供足らないんじゃなかったっけ確か、あー、いや知らない、最近あそこは通れ、あ、あそこかな、そう、排水溝があって通れないって言ってたところか、あー、ありがとう、やった、やった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 、とって山みたいな感じか、やったね、もう一度チャレンジ見たかったら東沼前また基地の真ん中には段ボール箱調べてごらん、何度でも受けて立つよ、じゃあこれにて解散、アッソー防衛隊ファイヤーファイヤー、カズマくん出てこなかったな、3周目だな、真打ちって感じなんだろう、ラスボスカズマくんって感じ、負けないからな、戦ってないぞまさか優勝するのびっくりしちゃった、ここだけの話なんだけど、なかなか強いじゃない、ありがとう、いいバトルだったよ、びっくりしたよ、これからも頑張って戦うよ、よろしくね、試合が終わればノーサイドってやつですよ、じゃあじゃあじゃあ、あのちょっとおにぎりじゃなくて、あのブーちゃん、ブーちゃんの話があったの、ごめんね、おめでとう、いきなり優勝しちゃうんだもん、あ、そうだ、いけるようになってるから忘れなく、あ、今後、あ、あ、あ、いいじゃん。まあ、せっかくだからあれかな。まあ、せっかくだし、よし、あの、農園から行きましょうか。ね。人気書こうっと。これはもう、おー、あ、でも、お、ん？お世話が来た。あ、あ、なるほどね。3回買ったからか。うん。いいね、住民。あ、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 ご、ご、え、今日の優勝のトロフィーが遠いな。来たよ。あ、違う。あ、バトル大会初参加、初参加うまくできるかな。うん。オッケー、嬉しいな、恐竜バトルが優勝したよ。うん。いいね。よし。新聞社行きつつって感じかな。誰かに注文を取りたいな。一郎兄さんに注文取って、出前でもやってから行くか。ね。まだ時間はある。行くぞー。